ルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こちらをちょっと買ってみました。アクションカメラです。ただ有名な GoPro 高くて買えなかったので、中華系のアクションカメラなんですけど、ここ数年結構こちらのエイプマンっていう会社結構に人気が出てるみたいです。 Amazon で見ていて、この A80 というのが良かったので買ってみました。まあ、いつもこの使ってるカメラ、ビデオカメラなんですけど、こちらに比べたらアクションカメラはって感じなんですけど、まあ用途がちょっと違うので、で前から気にはなっているカメラではありました。ということで中を見てみましょう。あー、なるほど。箱っていうかね、ケースに入ってるんですね。あー、あと何も入ってないから全部この中に入ってるのかな。もう発売されて2年ぐらい経ってるんじゃないんですかね。結構買う時にどれにしようか迷って YouTube とか検索かけたら2017年とか書いてあるのもあったので、結構前から出てるみたいですね。じゃあ開けてみましょう。こんな感じ。おお、こまごまといっぱい入ってますよ。こっちに、ああ説明書、なんだこりゃ、説明書に吹くやつが入ってるよ。その他の、なんで結束バンド、なんかあのあれなんだっけ、ベルクロだっけね、あれが入ってると、多分充電に使う USB のケーブル、なんかワイヤーと、パーツで、こっちにパーツが他にも入っていて、でこれが本体ですね。 A80、 あー、やっぱちっちゃいですね。まだ充電してない、今開けたばっかりだから充電してないけど、電源入るかな、ちょっと押してみましょう。こっちか。わからんちょっと待って。わあ、なんだこの分厚いのは。お、面白い。見て、組み合わせの仕方がイラストだ。ほら、わあ、全部英語だ。英語じゃわからないな。あ、日本語発見。2番が電源ボタン。
バッテリー入ってないね、さすがに。ということで、ちょっと一回充電をしてこの続きを撮りたいと思います。今充電しようと思って、念のためにバッテリーが入ってる箇所開けたら入ってねえもん。ということで、ちょっと入れてみよう。よし、じゃあスイッチ入れてみよう。あ、電源がついた。あ、映りましたね。なんかちょっとなんか変な感じ、映り具合がちょっと目が痛い、これ。メニュー、メニューが出てきたので、なんか見づらいなね。え、なんか出たね。あ、SD カードね。ちゃんと SD カードも買いましたよ、一緒に。入ってないって言うから。これっすね、これも一緒に買いました。よし、セットはしました。なんだ、 SD カード入れたのに SD カード挿入してくださいだって。ほら、カメラに SD カードを入れたのにディスプレイにカードを入れてくださいと出る場合は、カメラで SD カードをフォーマットしてくださいって。あった、フォーマット。お、終わった。そうそう、でこの A80 はバッテリーが切れて交換をするとき入れ替えるじゃないですか。そしたらそのたんびに日付がリセットされるそうなんですよ。超めんどくさい。でもそれそういうものなんですって。こいつは他のやつはまた違うみたいなんですけど、この A80 に関してはリセットするんですってね。え、日付出したくないよね。じゃあちょっと撮っていきましょうかね。今これでこっちのビデオカメラで撮ってるのと、じゃあこいつで撮る分どうしようか。これね、ビデオカメラみたいに横で確認ができないから難しいんだよね。か、それを撮っている俺を撮るか。まあいいか、こっち越しでちょっとどんな感じか。どれで録画？あ、なんか勝手に録画してたわ。よし。ああ、分かった。さっき動体検知を入れたから、そう、ラインがうるさい。動体検知を入れたから、これオフにしとかないといけないんだよね。ね、これがなんかドライブレコーダーにもなるそうなんですよ。なんで、それはまた後日ちょっとやってみたいなと思います。ね、今スマホ越し、ほら、にスマホにアプリで、撮ってます。でこれだけで見ると、そんな
悪くはないかなとは思うんですけど、どうなんでしょうね。後で見てみよう。どうだったでしょうか。なんともかな。まあちょっと今、僕はこっちで見てみたんですけど、これの画面がね、なんかね、このなんだろう、チラチラ感というか、なんかこの妙に立体的に映ってるのがちょっと疲れるかな。まあ映像がちゃんとパソコンとかに入れた時に、はっきり映ってれば問題はないんですけど、とりあえず今回は本当はいろんなこういう他の部品がいっぱいあるんで、これいろいろ見せたかったんですけど、また次回でお願いします。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。